ウクライナ軍の奪還作戦が急ぎ目で進められている中、クリミア半島がハイマース圏内に入ると全てが終わるとの情報が流れていたよね。これを示すかのようにクリミア大橋の爆破によって動きが活発化していて、ハイマース圏内80キロで補給路や弾薬庫が破壊される作戦が行われているぜ。ロシア軍はもう、前線では戦っていないことから白旗を上げて投降しているような状況だよね。クリミア半島奪還も時間の問題なんじゃないかな。さて今回は、ウクライナ軍がクリミア半島を射程内に捉えたことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年10月2日、Twitter にて全ての道はクリミアへ通ずというタイトルで始まるツイートがアップされ、その投稿者が2018年までアメリカ陸軍欧州司令官を務め、現在はシンクタンクの欧州政策分析センターで戦略研究責任者のベン・ホッジス退役中将であることから、軍事専門界隈で盛り上がっていたよ。ホッジス退役中将はツイッターの投稿でウクライナ軍による反撃にはもはや不可逆的とも言える弾みがついていて、彼らは間もなくクリミア半島にあるロシア軍の基地を、ハイマースで攻撃可能な射程内に収めることができる地点まで到達するだろう。やがて、それらの基地をロシア軍が防衛することは不可能となり、クリミア半島がウクライナの領土に戻るのは時間の問題であると、すべての道はクリミアへ通ずのタイトルの下に書き込まれていたんだ。このタイトルはフランスの詩人であるラフォンテーヌの、すべての道はローマへ通ずという有名な言葉を引用して作られたもので、表面的な意味としてはかつてヨーロッパからアラブ方面にまで勢力を広げた。大ローマ帝国のすべての力士とローマに道が通じていたことを例えた言葉で、その本来の意味としては目的を達成するための手段はいくたもあるものだが、その出発点が違っていたとしても目的が同じならば、やがて同じ場所に達して目的を達成するということだな。要するにホッジス退役中将がツイッターのタイトルにこの言葉を引用したのは、ウクライナへ侵略してきたロシアに勝利する手段はいくつも考えられるが、その行き着くところはクリミア半島の奪還であり、ウクライナがクリミア半島を奪還することでこの戦争と、これまでのロシアとウクライナとの紛争が終わるという意味が込められているってわけだ。クリミア半島に関しては2014年にロシアが一方的に併合しているわけだけど、8年の月日が経ちロシア化が進んでいるほか、ロシア海軍にとって貴重な不当港で造船や回収設備が整っている軍港セバストポリがあり、ロシアにとって黒海を支配する上での要衝となっているね。それらの理由を踏まえて、ロシアは今回のウクライナ侵略においても、クリミア半島を自国の領土としてウクライナによる奪還は絶対に許されるものではなく、実際にアメリカから高機動ロケット砲システムハイマースがウクライナ軍に供与されることが決定した際にも、射程 300km の GPS 精密誘導ミサイルATACMSによって、クリミア半島とロシアのクラスノダール地方のタマン半島とを結ぶ、クリミア大橋への攻撃可能範囲内になったことからロシア側が猛烈に警戒し、クリミア半島が攻撃を受けた場合はロシア本土への攻撃とみなして核兵器による報復を実施するとほのめかしていたんだ。10月8日に発生したクリミア大橋での爆発が、ウクライナによる攻撃なのか、あるいは特殊部隊などによる工作活動なのかは、ウクライナ側は明らかにしていないため、ロシア国内のプーチン政権反対派によって引き起こされた可能性もあるとされて現在も真相はベールに隠れたままだけど、12月5日にプーチン大統領が現地の視察に訪れていたよ。爆発事件後、ロシア側はクリミア大橋の報復として10月10日からウクライナ全土に向けて、巡航ミサイルやイラン製自爆型ドローンなどによる民間インフラへの無差別攻撃を行ったんだけど、核兵器の使用を明言していたにもかかわらず全く使用する兆しもなく、おそらく西側諸国による制裁の影響で新規製造ができず在庫が枯渇していると言われている。精密誘導巡航ミサイルを多数発射していることから鑑みると、クリミア半島をウクライナが直接攻撃したとしても核兵器による攻撃はないということを示したようなものだね。確かに以前もウクライナ軍によってクリミア半島のロシア軍基地などの軍事施設が攻撃を受けた際にも、当時ウクライナ側が関与を明言していたにもかかわらず、やはり核兵器による報復攻撃がなかったことも、プーチン大統領はウクライナに対して核兵器を使う可能性は非常に低いと言われているよね。イギリスで発刊されるデイリーメール誌において、米欧州陸軍を退役して現在米ワシントンにある政策研究機関、欧州政策分析センター CEPA で戦略研究の専門家として勤務しているホッジスはじめ中将へのインタビューで、同退役中将が考える今後の展開についての予測をいつかの電子版に掲載しており、現在ウクライナ軍が反攻作戦を進めている東部ドンバス地方ドネツク州とルハンシク州及び、南部ヘルソン州の2方面のほか、さらに1方面の3方面から攻撃を仕掛けて、クリミア半島の解放を目指しているという内容だったよ。このホッジス氏の構想によると、南部戦線においては主力部隊がヘルソン州の州都ヘルソン市を攻略中であり、一部の部隊がドニプロ川の上流にあって、そこに架かる橋と水力発電所があるノバカホフカの奪還に向かっているものの、ヘルソン市を奪還してドニプロ川西岸のロシア軍部隊を駆逐した後、さらに南に進んでクリミア半島へ進軍して奪還を目指すというものだね。次に、ドンバス地方の解放を目指すと予想される東部戦線では、すでにドンバス州とルハンシク州において2014年から紛争が存在していて、ウクライナからの分離独立を目指す親ロシア派武装勢力が根強く存在している上に、ロシア本国とも接していることから完全奪還は相当厳しいためハイマースなどによって、ロシア軍と親ロシア派武装勢力への補給を断ち切って弱体化させつつ、可能な限りの部隊をザポリージャ州に進めてメリトポリ市奪還など、同州の奪還とクリミア半島攻略を逐次進めていくってわけ。そして、現在ウクライナ西部などで再編成中と見られる虎の子的存在の予備役部隊を動員して、長く連なるロシア軍の防衛線を分断するように突入させ、クリミア半島攻略に参加するというのがホッジス退役中将の構想としていたんだ。確かにこのクリミア半島奪還作戦は熾烈な戦闘になると予想されるが、現在ウクライナ軍がヘルソン市を奪還したことを機にクリミア半島全体が、ハイマースの GPS 誘導ロケット砲の射程内に入りつつあるためプーチン大統領もその防衛を諦めざるを得ないことになるだろうな。ウクライナ侵略が開始されて10ヶ月が経とうとしており、これまでは全体像が見えにくいものであったけど、このホッジスはじめ中将の見方が正しくウクライナ軍の戦略を的中させているのであれば、各地で展開されている戦闘の理解度も深まるよね。こたびのクリミア大橋の爆破に関しては、クリミア半島のロシア軍の退路を断つことにもつながり、そのままクリミア半島にいるロシア軍を兵糧攻めにすることもできるため、仮にクリミア大橋の爆破にウクライナ側が本当に関与していたならば、クリミア半島の奪還を本気かつ予想以上のスピードで実行しようとしている可能性が高くなると思うよ。ただし現時点でクリミア半島に駐留しているロシア軍兵力は不明ということもあり、ウクライナに侵略する以前はセバストポリの黒海艦隊司令部、海軍歩兵旅団司令部、沿岸ミサイル連隊が4個基地4カ所のほか、海軍航空隊の数カ所の軍事空港や通信施設を含めて、12カ所以上の基地を配置し、黒海艦隊を中心に駐留兵力は2万数千人とされていたぜ。また地上部隊戦力として含まれるのは、第810海軍歩兵旅団の2500人の歩兵部隊と、他に数百人の海軍特殊部隊が配置されていたが、侵略開始前にはヘルソン州、ザポリージャ州に侵攻した陸軍部隊が駐留していて、そのうちのどれくらいの部隊が半島に残留していたのか、あるいは増援部隊がロシア本土から送り込まれていたのかについては全く情報がないな。仮にヘルソン州から全てのロシア軍を撤退させてクリミア半島に追い込んだとしても、クリミア大橋を完全に破壊してしまった場合、追い詰められたロシア軍が必死となって抵抗することは明らかであり、ウクライナ軍に大損害が生じることも避けられないんじゃないかな。そのため、ウクライナ軍はクリミア大橋もドニプロ川に架かる橋のように歩兵や軽車両のみ通過できるように残し、ロシア軍が戦車などを放棄して逃げるように仕向けているという見方もあるみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。